皆様、美しい国日本、美しい国日本を未来の子供たちに残そうじゃありませんか。そのために私たち何ができるのか。まず財政の健全化、特別会計なんてものは撤廃しましょうよ。子供たちにこれ以上借金を回すのはやめましょう。自分たちのことしか考えない官僚主導のこの国の仕組み、それ自体を変えなければなりません。若者も高齢者も夢が持てなくなったこの社会、大きなパラダイムシフトの波、時代の大きな転換期に私たちは立ち会っているのです。伊田隆人、よろしくお願いします。そんな折の消費税問題、目的を明らかにせずさまつな議論に走る、果たしてそれが政治だと言えるんでしょうか。全然聞いてないですね。もっと面白いこと言った方がいいんじゃないですか。それも難しいな。面白いこと、おっぱいって言ってみようか。おっぱいですか。それは面白いんですか。やってみよう。マジで言うんですか。おっぱいはまずいでしょう。私についてきてくれるか。はい、はい、皆様、美しい国日本ですよ。私が当選した暁にはまず財政の健全化、特別会計、これを必ずおっぱいします。これ以上子供たちにおっぱい回すのはやめましょうよ。おっぱいたちのことしか考えられない官僚に、これ以上この国のおっぱいを任せていいんでしょうか。我々おっぱいを舐めてるとしか思いませんよ。天下りなんてね、おっぱい的におっぱいしましょうよ。おっぱい的におっぱいぶっ潰しますよ。伊田隆人に勝たせてください。伊田隆人、よろしくお願いします。お疲れ様でした。どうだった。全然聞いてないです。まだダメか。そういう問題じゃないでしょう。あれだけ言ったのにまだ聞いてくれないか。もっとです。もっとか。何ですかもっとって。おっぱいの皆様、おっぱいの国日本ですよ。私がおっぱいした暁には、おっぱいの健全化、おっぱい会計を必ずおっぱいします。これ以上子供おっぱいにおっぱい回すのはもうやめましょうよ。おっぱいたちのことしか考えられないおっぱいに、これ以上おっぱいを任せておっぱいなんでしょうか。若者も高齢者もおっぱいが持てなくなってしまったこのおっぱい、大きなおっぱいシフトの波、時代のおっぱいおっぱい期に、私おっぱいは立ちおっぱいなんです。今まさに立ちおっぱいです。おっぱいおっぱいぶっ潰さないといけません。そんなおっぱいのおっぱい税問題、実にお粗末なおっぱいですよ。私たちはそれよりももっと大きなおっぱいに立たないと、おっぱいのおっぱいによるおっぱいのための伊田隆人、伊田おっぱいにおっぱい勝たせてください。おっぱいおっぱい務めさせていただき、おっぱい、あなたの清きおっぱいを私のおっぱいに、必ずおっぱいの期待に応えて、おっぱい頑張らせて、おっぱい勝たせて、おっぱいこれだけいっぱいおっぱいっていうのも疲れるな。伊田隆人、よろしくお願いします。